下月金田さんに声優仲間らが追悼続々。ドラえもん、公式も、子供に夢。アニメ、ドラえもん、のスネ部役などで知られる声優の下月健太さんが、20日、肺炎のため死去した。80歳。鹿児島市出身。24日、所属事務所が発表した。声優仲間らから追悼の声が相次いだ。水島優、60、は、ブログで、キモさんとご一緒した番組で、一番印象的なのは、やはり、クリーミーマミーです。あの独特な声で、ニコニコしながら、ゆうちゃん、一週間、元気にしてた?と、話しかけてくれたものでした。キモさん、本当にお世話になり、ありがとうございました。心からご冥福をお祈りいたします、と忍んだ。日本テレビ、魔法の天使、クリーミーマミーで、水島はヒロイン、森沢優の幼馴染、大友敏夫、キモツキさんは妖精、ネガ&ポジのネガを演じた。古川敏夫、70、は、ツイッターで、慎んで哀悼の意を表します。初めてお会いしたのは、ドカベン、でした、といたんだ。フジテレビ、ドカベンって、古川は主人公、山田太郎の後輩、渚圭一、キモツキさんは、2番打者、殿間和人を演じた。アニメ、ドラえもんの公式サイトも、1979年から、2005年まで26年もの長い間、骨川スネ夫の声優を務めていただいた、肝付金田さんがお亡くなりになりました。多くの子供たちに夢と、希望を届けてくださった肝付金田さんのご冥福を心からお祈りいたします、と伝えた。女優の足立梨花、24、は、ツイッターで、肝付さん、私の初めてのアフレコ体験は、銀河鉄道39。あの時、本当に感動したんです。ありがとうございました、と、感謝した。2009年、声優初挑戦した新作ショートアニメ、銀河鉄道39。ダイヤモンドリングの彼方へ、で肝付さんと共演した、